ええー、っていう感じですね。で、近くの皮膚科さんに行ってもらうと、これはがんの疑いがありますよ、即その1時間後に河野がんセンターさんに紹介してもらってきておりました。で、専門的な調査をして、で2週間後入院、次の日手術、だからそんなに迷う暇はない。でプロフェッショナルな皆様に流れを任せた感じですね、委ねた感じですね。その生活で、困ったこととか、まあ多分制約はちょっとあるのかもしれないんですけれども、その手術の影響とかでということであるんだろうけども、そのもう4年前なので、 それからずっとそのがんセンターさんとながら生きてますので、そのがんになる前というのも忘れた感じですね。どうだったんだろうかっていう感じですね。今手術して指、小指がなって4本なんですけど、5本の頃どうなったんだろうか、まあ、左見たら5本なんですけどね、右4本なんですよね。だから、まあそんな感じですよね、というぐらいです。特に日常生活何にも支障はないと思います。英語が好きで、いろんな海外の方とコミュニケーションを取っているというのは、普段がんになる前からやっているだけれども、そうね、その延長で今は英語の先生を少しさせてもらったりしてて、あるいはそういったことが熱中といえばそうかもしれない、本当にお世話になった友人がちょうど入院している時に、手術であと動けなかった時にね、私のスーパー最高グレートワンダフルな友人たちが見舞いに来てくれて、一人中国から留学生から中国人の女の子で、一人イラクからの男の子で、一人フランスから来てくれて、もう国内にいるのはもう一人だけなんですけど、一人で全然変えられないんだけど、その私の友人集まれば世界変えられるぜぐらいの元気にさせてくれるやつらです。だからちょっと時間を取ってその各国回ってみたいなっていうのはすごいありますね。Counselor, don't change us. Please remember wonderful friends who smiled at us. Thank you. 一番言いたいことは、自分の考え、心の中で思うのは、初めから何ともありませんというのが自分の一番表している言葉であります。抗がん剤治療をしている時も、自分がんだと思ってないんですよ。抗がん剤点滴してるなだけで終わる。で、ベッドで寝てて起きたらそれで終わりな感じなんですよね。だからまあ元気といえば元気。私の尊敬する中村哲さんという方がおられまして、本に書いてあったんですけど、一つ心に残ったことがあります。人の心は自分が思っているほど強くも弱くもない、そういう自然な機能として、自分の機能としてすれば何かしらいい対処ができるものだと思っていますので、それに尽きるかなと思います。だから私4年間一個もがんの情報を調べたことないです。インターネットも一回も見たこともない。一つ例外はその薬、いい本当に難しい薬を使ってくれたので、それを作ってくれた人の研究室のホームページ見たことがあります。その方は年もう50年の研究生活の間に600本ぐらいの英語の論文を書いておられる。だから天才がめちゃめちゃ努力してそのいい機会を得て障害をかけられた薬なんだなと、そういったものをプロフェッショナルに助けられて今の自分があるというのは確実に自分が考えておられ考えることであります。そのプロフェッショナルなことに比べて、自分がいろんな情報を取ってですね、自分からがんにな心ががんになっていく必要はないのではないかと思っている。だからそのまずは、自分を元気にしてくれる、笑顔をくれる友達を思い出してくれたらいいんじゃないかなと思っております。